はい、それじゃあペイパーズプリーズの実況プレイやっていきたいと思います。さあ、このペイパーズプリーズというゲーム、これは私のフレンドがこういうゲームがあるよって教えてくれたんだけど、どうやら主人公がいわゆる入国管理局の職員になって出入国を審査する人になるっぽいんですけど、まあ詳しいことはよくわかんないからやっていきたいと思います。じゃあまずはこれがカスタマイズかな。さて、このゲームどうやら日本語に対応してるみたいなんで、ランゲージまずこれかな。イタリアン、ポルスキー、読めない。とりあえず日本語、お、日本語が出たぞ。これなんでしょう、プレイ、あ、これあれかな、翻訳した人の名前をここにクレジットしているってことかな。ありがとうございます。さて、裸か。これは確か、一応これはオフにしておこうかな。多分こっちがオフだと思うんだけど、念のためね。そしてイージーモード、まあ最初イージーモードにしておいた方がいいのかな。なんだこれ、20クレジットプラス毎日20クレジットプラスされる、これどういう意味なんでしょう。あ、これあれだね、コスト、いやコストじゃないかな、もしかしたら現金みたいのが日ごとに20クレジットもらえるってことなのかもしれない。なんかすぐ消えちゃうのが気になるな。まあイージーモード、じゃあちょっと入れてみる。そして、日付表示形式、これは日本風だね。西暦、月、日、音楽はちょっと下げておこう。これぐらいでいいかな。サウンド、OK。じゃあ、設定はこんな感じかな。おそらくこれ、マウスだけでプレイするゲームなので、やっていきましょう。さあ、おー、日本語になった。いいですね。ストーリーとエントです。まあ、この場合は、ストーリーかな。日付を選ぶとロードします。最初からプレイする場合はニューを選んでください。なんかこう、ちょっとというか、だいぶ昔ではあるんだけど、昔のパソコンゲームの雰囲気があっていいな。ニュー。おー、めっちゃドットな感じだね。おめでとう。次。お、10月と勤労抽選により、あなたは入国し、た間に命ずる。おお、なるほど、選ばれちゃったらしい。即座配属のため、至急グレスティン国境検問所の入国管理省に赴くように。はい、あなたとその家族には東グレスティンの8等級の住居が当てられる。待って、8等級ってだいぶ低くない？1等級から数えて7階級も低いよ。これがあれか、高層アパートの、おそらく主人公この辺りだな。この辺りに住まわされてるに違いない。お、アルストツカに栄光あれ。はい、お、グレスティン国境検問所ついに開設、6年ぶりに再開、入国管理省は平和を保てるか。あは、じゃあ今まで検問所がなかったんで入り放題出放題って感じだったのかな。それか逆に誰も入れたりしなかったのかも。気象情報はチェックしておきたいんだけど、今日は雨降るんじゃない？待ってこれ、よく見たら無料って書いてあるぞ。新聞が無料なんて結構、あれですね。太っ腹ですね。家族と再会、誰が家族と再会したのか。じゃあ、労働へ出向こう。いいね。主人公はきっとこれ、朝ごはん食べながら新聞読んでるんだね。お、1982年11月23日。アルスとか。アルストツカ、なかなか言いづらいけど、アルストツカという国で私は働いてるのかな。審査官へ次ぐグレスティン国境検問所への着任おめでとう。パスポートに入国ビザを押印し、入国者に書類を返却するように。入国はアルストツカ国民に限る。外国人の入国は全て拒否せよ。アルストツカに栄光あれ。はあ、外国人は全部跳ねろってことか。で、まあ生粋の地元の人だけは入れていい。じゃあ次のページ、パスポートに記載された国名に注意を払え。なるほど、外人がまあ入れないって分かっててこの国に来るのかね。アルストツカ入国管理省、入国審査、審査室、安全扉、カウンター、
規則書、なんだこれ、読みづらいけど、録音記録か、方法保管場所、時刻&日付、なんだろう、安全扉って気になるね。なんかやばい人が来た場合は安全扉の中に入れみたいな感じなのかな。お、これ読めるのかな。あ、特に読めない。お、なんだこれ、ウィンドウだったんだ。 OK、 終わり。あれ、終わる場合はどうしたらいいの。これ何これ、パスポートをスタンプの下に配置。うん、ちょっと押してみようかな。あれ、ああ、なんだ、てっきりここにピタってくっつくのかと思ったけど、何もないや。そんなお遊び入ってなかったか。よし、戻っていいです。 OK、 俺はどこに、これが安全扉。あ、これから、え、俺しか職員いないの？一人だけか。しょうがない。これ消すにはどうしたらいいんでしょうかね。書類をここにドラッグ。だからこれを消したいんだよ。ほい。跳ねられない。しょうがないな。じゃあこれ。お、カウンターが上がって。あー、なるほどね。ペイパーズプリーズっていうのはさ、つまりパスポートを見せてくださいみたいな感じなのかな。なるほど。あげて？ごめんなさい。仕事が始められません。カウンターを開けたいんだけど。ん？え、これは何ですか？マイク？規則書、あ、まず規則書を読めってことだな。あー、なるほど。あー、なかなか、あれだね、独特な雰囲気だね。規則、基本規則。入国者はパスポートが必須。入国はアルストツカ国民のみ。そして、お、アルストツカが東に位置してて、ここが検問所だね。ポレチア、オブリスタン、アンテグリア、リパブリア、インポール。合衆連邦っていう国もある。お、外交員。あ、外交員を持ってる人は通さなきゃいけないんじゃないの？違うかな？発行都市。おー、なるほど。パスポートこんな感じ？発行都市は、なんとかが必須。ちょっと読みづらいですね。アップグレードはありません。うん。何かにつけて、栄光あれって書いてある。OK。戻ろう。いろんなところのパスポートがあるかな。なるほどね。これを見て、アルストツカ国民だけを入れなさい。わかりました。これは戻そう。で、今日の日付だよね。まだ始まったばかり。朝の6時から働きますか。なかなか勤勉ですね。方法保管場所。うん。録音記録。お、録音もできるけどまだ何もない。このキログラムっていうのは何か物をもらうのかな。よし。やりたい。やりたいけど、始め方がわからないっていう。なかなか厳しいぞ。まずゲームが始まらないっていう、この独特の雰囲気。うん。あー、そろそろ窓開けてよ。あ、ここ押すんだ。次の方どうぞ。次の方っていうか、お。おう。書類をお願いします。ささ。入国ビザ。ん？入国ビザに、ちょっと待って。これだけか。もうちょっと違うとこめくれませんか。めっちゃ時間早く進んでる、これ。あ、うん。国名に注意を払え。東グレスティン。うん。それはいいとして。うん。これは、ああ、そうだね。アルストツカ。はい。じゃあ、OK。あれ？これ、どっちが、そうなの？おそらく、緑色でしょう。多分ね。間違ってたら、おじさんごめん。エントリー。はい。OK。どうぞ。お返ししますよ。ほい。あら。アルストツカに栄光あれ。うん。どうやら緑色のハンコの方で合ってたらしいな。ここが、
おそらく、オッケーって意味なんでしょうね。はい、じゃあ次。あんなに並んでるよ、急がないとな。Papers, please. この検問所、思ったより小さいですね。一人でやってますからね。遠鏡、なんとか、これだけか。他にないですか？あなたの身元を示せるものがこれだけ？国名が書かれてない。なんとか。これ、表紙とか見られないんですかね？ダメか。なんていう国だったっけ？インパラ。そんなところないな、行政区間。うん。インポール、これか。じゃあ違うじゃん。じゃあ彼は跳ねましょう。君は違う。国に帰るんだな。入国できるのはアルストツカ人のみです。さあ、お役所仕事。結構時間経っちゃってるな。Papers, please. このクソ長い列に8時間も並んだんだよ。それだけの価値があるといいが。大変でしたね。リッパブリア、全然ちげえじゃねえか。はい、あねえ。これ読み方わかんないね。デニンドかな？で、ダニードかな？よくわかんない。はい、帰れ。8時間も並んで追い返される。かわいそうに。でもバカだな。なんだ？書類を。今ピピピってなったの何？あ、あれか。お昼の時間か。またか。結構、全然関係ないとこから来ますね。インポールさんが多いですね。はい。はい、休憩。お役所仕事ですね。ちょっと休憩しよう。なんか3人ぐらいしかやってないけど。今のうちにちょっと書類を見ておこうかな。オレチア、アルストツカ、そしてオボリスタン、アンテグリア、リパブリア、インポール。うん。今はまだアルストツカ人のみを入れろって言うけど、そのうち、情勢が変わっていろんな人が入れるようになったりするのかな？アンテグリア、パスポート。うん。アルストツカが、いろんな行政区があるんだけど、行政区間によって、また別ってこともあるのかな？うん。よく見ておこう。あ、ここまでか。はい。OK、とりあえず国名を見ていこうね。よし。じゃあ、お仕事再開。検問所を開いたのは間違いだ。お、なんだ、帰っちまったぞ。あ。あれ？おお。午後6時以降の入国希望者の審査は給与対象外である。下記のチェック項目を用いて収支を管理せよ。あ、あれか。これから休むよって言ったところはもうすでに終わってたんですね。時間がちょっと見づらいけど。私の貯金が30クレジット。そして給料が15もらった。そして住居費がマイナス20、食費が、ああ、イージーモード補助金20ドル、これがなかったらもう赤字じゃないの。もう破産寸前じゃん。8等級、妻、息子、そして母に、おじ、ちょっと待って、おじってなんだよ。まあ、一家、おじさんが住んでるってことでね、一家5人を養っていかなきゃいけない。なるほど。これいっぱい入国審査をちゃんとできたらお給金がもらえるってことなんだね。イージーモードがなくなって、これ0以下になったら負けるというか、ゲームオーバー？眠る。お、順調に指導。まあ4人しかできませんでしたけどね。11月24日。あ、これが俺なんだな。なるほど。よし。さて、うん、違うな。あれ、これなんでしょう。おっしゃっていいのかな。なんか気になるものが出てます。はい、帰れ。ん？え、あれ？罰金なし。
あれ嘘。アルストツカ人を入れろって言ってなかったっけ？あ、もしかして、インポールという国からアルストツカ人が来たのかな？ん？あ、不審箇所を選択って書いてあるのかな？なるほど。これは、これいらないからどっか行ってくんないかな？なるほど。不審なところがあればこれを指摘しなさいっていうことか。なるほどね。これはまた違うよね。リパブリアから来たんだね。おそらく違うでしょう。結構、全然この人たち入る気ないぐらいじゃないですか？お帰り願います。なるべく早くやっていくのが重要かな。そっか、ここで受け取って表紙を見ればいいんだな。これなんてとこだったっけな。これか。合衆連邦から来て、違いますね。まあ、要するに違う。何か不審なところがあれば、不審箇所を指摘して、何かボーナスがもらえるのかもしれない。不正に入国しようとする輩もいるかも。はい、次。この辺を何もクリックできないのかな？急いでください、だって。ああ、はいはいはい。パラティズナ、OK。この人は入国 OK です。あ、結構パパッとできるね。OK、はい、次。パスポートは合ってるな。あれ？でも、ユナイテッドなんとかって書いてある。あ、そっか。合衆連邦が。合衆連邦の人は違います。お帰りください。はい。お仕事してるぜ。これ、うまければ全員履けることができるのかな？お。こんにちは、イケメンさん。なんだ、褒めたって何も言え、何？なんだよ、これ。東グレスティン、あなたの妄想をすべて叶えます。あー、なるほど。これが裸要素なのかな？ザ・ピンク・パイス。うん。まあ、懐にしまっておこう。しょうがない。不審箇所をやってもいいけど。さ、そんなことやってると時間が経っちゃうから。違う、こっちだ。はい。数ヶ月はいるから。うん。後で寄らせてもらうよ。イケメンと言われて気の良くなった俺。そして書類。はいはい、また連邦か。うん、帰れ。あら、うん、あ、なんか変な人が。あー、ギャー、なんか偉いことになったぞ。テロリストの襲撃により本日の業務は中断された。セーブは各日開始時に行われる。あー、そうですか。ちょっと待ってくれ、真面目に仕事しててさ、今日こそお給金稼いで帰るぞと思ったらまたイージーモードの補助金で首がつながってる状態じゃない？結構難しいんだね。何この OK とかってさ、これノーグッドになっていくわけ？なんか最近お腹が減ったんだけどみたいな感じとかさ。マジか、結構大変だな、これ。テロ襲撃、コレチア人運動家に容疑がかかる。おー、なんかこういう新聞がそれっぽくていい。うん、やれやれ。お、なんかテロリストが来たせいか、すごく警備が厳重になった。なんかリアルだな。てか今まで一人しかいなかったのがおかしいんだけど。これは違いますね。こっち。ん？何これ？あー。ごめんなさい。帰れって言っちゃったけど。そういうことは早く言ってくれないとさ、入国権持ってんだ。待ってて。
パスポート。これパスポートもう一回もらうことできませんかね？おお、間違ったんです。これはどうしたらいいんだ？48kg って、ああ、この人が今乗ってる重量ってこと。へえ。なるほど。さあ、うっかり間違えて、やっちゃったんですけど。まあいいや。え、これ間違えちゃったけど。帰れ。もう一回パスポートを渡してもらうということができませんでしたね。なんかまだ序盤のせいか、一応罰金はない。そのうち罰金があるってことだよね、これ。マジか。入国ビザ。これこそないね。なんか違う書類を渡されることもあるから、それちゃんと見ておく。さあ、今日もお仕事やるぞ。はい、次。またか。この手の人が入国するの、また、東グレスティンのザ・ピンク・バーイス。ここ、なんかあれだね、随分人を入れてるんだね。有効日が82年11月25日。うん。ギリギリ間に合ってるね。おー、オッケー。あ、待って、これはこうだね。はい、パスポートお返しします。気をつけてってね。ピンクバイスで私を指名して？なんて。なるほど。商売上手だな。はい、次。お、またか。なんか、随分増えてきたな。オッケーだねー。ほい。じゃあ次。まだ仕事があるなんて運がいいですよ。確かに。でもしょうがないじゃん。うん。合ってるね。オッケー。でもこんなカード正直簡単に偽造できちゃいそうな気がするんだけど。さあ、今回は何事もないといいんだけど。なんかクソ怪しい人が来たんだけど。この身なりで91キロってなかなか重いですね。入国券。まあでも、あ、残念ながら、あれ？ 12 月11、11月2、ああ、なんだ、有効日今まで見間違えてたのかも。はい。なんかクソ怪しい人間ではあるけれど、入国券があるんだらしょうがない。人は見かけによらないっていうから。え？正な日付？あれ？嘘？あれ？見間違えた？今日が11月25日だよね。さっき81年だった、もしかして。ちょっと年まで見てなかったかな。気をつけないと。これは OK だね。ん？何？不正な発行地？嘘。あれ？これ結構。いや、いいから早く書類を渡せよ。もう俺こんなにミスってるんだからさ。不正な日付、不正な発行地。ちょっと。入国の保証はありません。あれ、この人何をした、もたし、も、なあ。こういう場合はどうやって、何を言えばいいの？違うな。帰れ。何？この入国者は書類を持っていません。調査モードを使い、質問。審問することで、差を進めることができます。詳しい手順は本日の広報第2ページを参照。広報？
則書類は、規則書内の関係記載箇所とカウンターを選択することで関連付けが可能。うん。この場合は、不足した書類だよね。時間が。ちょっと。規則書内の関係記載箇所とカウンターを選択する。この場合はパスポートだよね。あ、違う。どうやって選択するんだ。入国券のところを、これかな？違うかな？これをチェック。これ、しおり？あ、トップページに行くってことか。これを、違うな。ここ、チェック、チェック、ここ。できない。調査モード。これと、これ。うん。パスポートは？パスポートいらない。でしょ？パスポートは必要です。オーケーオーケー、わかった。また来るよ。帰れ。なるほど。というわけで、またしても。あわわわわわ。うわぁ、ゼロだって。ゼロっつうかこれ、マイナスになっててもおかしくないんじゃない？一応ギリギリ首の皮一枚繋がった感じ？はぁ、これはゲームオーバーも近いな。拡大延期。まだまだ小さいということか。闇市場取引激増。入国管理の甘さを非難されてる。ああ、私のせいか。また、今日から気をつけるよ。特に入国券な。あれは結構騙されてるから。さあ、おいで。この審査モードを起動してやんなきゃいけないな。仕事ですか？1年間滞在？アルストツカ入国許可証。アルストツカへの条件付き入国が認められる。パスポート番号は？同じ。出身は？レズラナディっていうとこなのか？違うな。勤労1年。入国期限は12月10日。これはまあ、いいんじゃないの？はい。頑張ってね。おっと、なんだか暗い顔した人が。あれ？うん。パスポート。これ出しておかないとダメなんだ。基本原則。パスポートがなければダメです。取り上げられました？お帰りください。ん？仮ビザ伝票。入国拒否時のみ使用。なるほど。じゃあダメだ。お帰りください。ちょっと雑におっしゃったよ。まあいいか。てかこれじゃん。お帰りください。観光かな？うん。11月26日、OK。そして？うん、まあ大丈夫でしょう。発行もおかしくないよね。結構、ん？あれ？入国許可証の不備？うん。アルストツカ国民に ID カードの提示を義務付ける。うんうん。外国人は入国券に代わり、正規の入国許可証を取得し、
提示しなければならない。今後入国権は審査基準を満たさない。これ始める前にちゃんと読まなきゃいけないってことかな。なるほどな。なるほど。この日報、広報か。読まなきゃいけないんだな。わかりました。失礼、大変失礼いたしました。入国ビザ。これはまあ、OK かな。ちょっと、お写真、まあ、そっくりではあるかな。これはどうでもいい。これ消したいんだけど。アルストツカ入国許可証。ホスタン。リパブリア。合ってるよね。オッケー。結構時間かかるな。見比べるのがなかなか大変。あと、この窓を調整するのが大変。あ、ここじゃない。どこ行った？どこ行った？ 書類がね、ちゃんとできないところが、なんかリアリティがありますね。何が入ってなかったんだろう。ID カードの提示を義務付ける。ID カードってのはどんなやつなんだ？一回鳴らしても来ない場合があるんです。国境が開いてとても嬉しいよ。息子に会いに行くんだ。もう6年も会っていない。6ヶ月。観光？まあ、他の国に行ってて、一時的にアルストツカに戻ってくるって感じなのかな？ID カードとかは持ってないのかな？その国じゃないからか。なるほど。インポール。このさ、マークがなんか若干違う。何これ？なんか、あるんですかね。入国期限が11月2日。あ、なんだかダメじゃん。不備がありますね。残念。もうちょっと早く来ていただければよかったんだけど。はい、どうぞ。あんた恨むよ。そう言われてもな、お仕事ですからね。急がないと、もう、食費が。親戚に会いに来ました。観光滞在期間は12ヶ月。はい、残念。嘘言った時点で私は跳ねますよ。で、書類の方が重要なのかな。言葉は関係ないとか。どうやらミスではなかったらしい。おっと、時間がなくなってきたぞ。何？乗り継ぎ？乗り継ぎ目的で。なるほど。まあ、これなら OK かな。12月6日まで。OK です。不正な氏名、嘘。名前が違っただと？パスポート持ってきた。おお。これは、一応押してあげるから。OK、OK。このパスポートが気に入らないんだな。もっといいやつ持ってまた来るよ。あいつな、絶対。ちょっと突き出した方がいいんじゃないの？そこの警備員。ああ、もう時間がない。はい。一応見るけど、なんだこれ。ああ、ID カードか。国民の人ですけど、ちょっと間に合わなかったっぽい。せっかく時間が過ぎちゃったから、よく見ておこうかな。結構見間違えちゃってるから。オーベグボーノ。なんか全然名前違くね。あ、これは出身地か。名前合ってるね。これ、ちゃちゃっと見ていってさ、なかなか大変ですね。でも、これさ、ここの部分、これなんだろ
入国できる限界みたいな感じ？入国ビザが切れてますよって意味かな。まあいいや。入れ。さあ、今のどうでしょう？合ってたっぽい。住居費が上昇した。住居費、20、50クレジット下がって55もらえてる。あー、ギリギリだな。うん。なんか一区切りつくところがちょっとわかんないですね。なかなかずっと続けちゃう、これ。陸上スターに殺人容疑。おー。この人もしかして今回出てくるんじゃないの？オッケー。さあ、今日もお仕事。あ、また、ただ、ごめんなさい。間違えた。また広報見るの忘れちゃった。不審者への拘束権限を与える。矛盾点を審査すれば、拘束の選択が可能。はい。乗り継ぎ。まず、名前。アレクサンダーなんとか。合ってるね。パスポート番号。パスポート番号がなんか、全然違くない？よし。これは跳ねよう。偽造パスポートだな。次。この国全然まともな人が入ってこねえじゃん。滞在期間は？ 30 日。うん。さてと、まずは名前。パスポート番号は合ってるな。男。男か。まあ、ちょっと、おばさんっぽくも見えるけど、しょうがないかな。入国期限は12月14日。OK だね。お。よく考えたら、あれ？まあ、大丈夫か。あれ？不正な性別。うっそー。書類上問題ないんじゃないの？この、だって、女の人っぽく見えてもさ、お前、男だろとか、女だろとかって言えるもんなの？あ、はい、しょうがない。あ、この人、さっき見た。これは、チェックでしょ。拘束権限。お前だ。データ一致。一致はしてるけど。わかった。そうじゃない。不審箇所がそうじゃない。これだ。これだね。来たー。質問する。審問。おっと？俺は彼女を殺してない。はめられたんだ。リパブリア人とも嘘を信じるな。通してくれ。どうする、これは。拘束。チキショウ。殺人容疑で逮捕する。まあ、殺人容疑だからね。殺人したかどうかは俺の仕事じゃあね。じゃあ次。なかなか面白くなってきたよ。毎日何かイベントがあるんだね。滞在期間は ?1 ヶ月。うん。さて、アンテグリアさん。名前が全く違くないっすか？あ、違う。これまた国名か。なんか見間違えちゃうね。うん。合ってるね。男、観光、なんとかかんとか。入国期限が11月20日。残念ですね。もうちょっと早く来ていただければ。タイミングよく次へって言わなきゃダメかな。さあ、ペーパーズプリーズ。こんな最低な国大嫌いだ。通過するだけ。うん。乗り継ぎできたんだね。時間は OK。パスポートも OK。
そして名前は？うん、OK。まあ、どんなに嫌いと言っても、うまくいってれば。よし。ポネ。妻と一緒に住むために来ました。インポール出身、ライアンなんとかさん、OK。そして、パスポート番号、合ってるね。永住、入国、OK かな。顔もそっくりだし。さて、永住する人ってだからちょっと考えていかないといけないけどね。合ってるよな。これ、多分パスポートの期限なんだね。OK、じゃあ入れましょう。奥さんがちゃんと来てるんでしょうね。乗り継ぎへ通るだけ。なるほど。アーロン・クラークさん。OK。パスポート番号は合ってる。そして2日間で入国期限は12月26日。アルストツカ入国許可証。いいでしょは何て美しい日なんだろう。アンティグリアの圧政からやっと解放だ。アンティグリアから来た人らしいですね。なんとかボストックさん。OK。パスポート番号も OK。12月18日まで。大丈夫かな。どうか。表にも優しく接してくれ。すぐ後ろに並んでる。何言ったんだ？あ、消えちゃった。ご主人？さっき来た人？あれ？しかし入国ビザ。この場合は。この場合は、どうする？確かにボストックさんではあるんだけど。書類がないと困るんだけど。入国許可証が必要。これだな。入国許可証は？どうか、お願いです。政府が発行してくれません。どうしようもないのです。アンティグリアに戻ったら殺されます。なんとー。そう聞いちゃうな。しょうがない。入れません。お役所仕事ですから。残念だけど。さ、というわけで、なんか、大して稼げてない。おー。入国審査室改良。改良可能。なんでしょうね。これをオンにするとより不正が発見しやすくなるみたいな感じなのかな。ああ、なるほどな。でも今回はこれまでにしておこうかな。結構やっちゃったからね。5日間やって、正直全然貯金がないんだけど。まあ、こんなものか。もっとパッパッパッとこう書類をね、見分けて、OKOK とか NG とか出せたら、だんだん良くなっていくのかな。このイージーモード入れといてよかったな。たった1日で終わるとこだった。よし、じゃあ今回はこれまでにしておこうかな。さあ、今日は就職難、さらに深刻化、移民によって国民の仕事が失われる。大変だよね、移民問題。その辺はよく考えていかないとね。なんだって？ブレスティンで逮捕。おお、俺が逮捕に一役買ったっぽい。なるほど、よかったですね。よし、じゃあ今回これまでにしておきたいと思います。これ多分またやりたいなと思うんで、また次回よろしくお願いします。